さあ、ラウスの宿丸美のお風呂、温泉にやってまいりました。男湯入ってみましょうね、早速ね。こちらの男湯です。綺麗ですよね、非常にこの宿は清潔な宿で、なんと、スリッパがないんです。それはなぜかというと、綺麗にしてるからいらないというこの社長の方針、これがなかなかすごい。さて、どんな温泉かといいますと、温泉分析を見てみましょう。温泉の名前は丸美温泉、まあ、丸美さんが掘ってますからね。源泉名丸美温泉、源泉名も一緒。ですね、源泉温度が 20.3 度、低いですね。湧出量は1秒あたり3リットル、そして pH が8.2 ということは弱アルカリ性なんですよね。色はですね、不色不調明甘味炭硫化水素臭、これがねちょっとガス臭い感じがするんですけれども、無色不調明といいますが、まあ、空気に触れた瞬間に、少し灰色っぽい、色に変わるというのがこのお湯の特徴みたいですね。なんと泉質がこれはなかなかすごい、岩硫黄、ね、特殊成分が入ってます。はい、ナトリウム塩化物ですよ。弱アルカリ性の、低調性の冷光線ですね。適応症は温泉分析表別表の中5に記載しております。5番、丸美温泉の温泉分析表の別表です。岩硫黄ナトリウム炭酸岩硫黄ナトリウム塩化物泉、適応症、なかなかね、こちら貴重な一軒宿の貴重な温泉ですから、ね、ぜひ皆さん楽しんでください。洗面所もね、とにかく清潔、ドライヤーも大型のドライヤーが完備、綿棒も置いてあります。これもね、結構これマーガレットジョセリン、女性には人気らしいんですね。マーガレットジョセリンの化粧品、丸美温泉にやってまいりました。低温サウナがありますね。サウナもなかなか人気なんですよ。ごめんなさい、皆さんもこんにちは、ゆっきゅうの板倉敦史です。さあ、今日はですね、北海道知床にあります羅臼町、羅臼の宿丸美の丸美温泉に潜入です。さあ、なんと丸美さんこのお風呂ですね、こちらが加温循環ろ過、消毒はしておりません。加温循環ろ過です。そしてなんとこちらにですね、源泉浴槽を持っているというこだわりのお宿です。このですね、ちょっとこう灰色ですね、ネズミ色の褐色のこのお湯、お湯といっても冷たいんです。実は源泉温度、
非常に二十数しかないので、後ほどですが、天然温泉丸見源泉、光線かけ流し、この温泉がいいんですね。若干ガス臭というか石油臭です。地下から掘ってるなという感じ。そして丸見のすごいところ、なんとこのお宿根室海峡に面していますから、見てください。そこに見えるのは何でしょう。そうです、我が日本の国土、国後島が国後島、まずですね、一番近いところで30キロ弱と出ますから、本当にすぐそこなんですね。横浜インターから渋谷に行くぐらいしかないと。あれやっぱり日本ですね、どう考えても。そしてここはで、こんな感じ。今日7月の、10日なんですが、外気温は12、3度、今風吹いてますから、外気温これ10度切るでしょうね。7月ですよ、7月の10日でこの温度、そしてこのお湯、すごいですね。これが丸見のすごい。じゃあ早速丸見の温泉に入ってみましょうね。この湯はね、そうですね、大体41度かな、1度から2度、まあ2度ないけど41度はとしてますね。結構長湯するにはちょっと厚めなんですが、お湯はですね、薄い、やはり褐色です。まあ、これ循環とかして一日2日回してますんで、どうしてもこんな色になるんですが、これ入れ替えたばかりの時の映像、今回撮れると思いますけど、入れ替えたばかりの時はなんとですね、あのネズミ色の、お湯で泡付きがすごいんです。炭酸ガスがシュワーッと入ってね、そのままあのハイボールにしたらいいんじゃないかぐらいの雰囲気。これもね、丸見さんにはやっぱり長投入しないとね、なかなかその状態に当たりませんから、ぜひ、長期間泊まっていただきたい。飯もすごいですからね。飯もこの YouTube で紹介しますけど、それではこの源泉浴槽、根性決めて入ってきましたね。これ根性決めないと足りないですから。おー、すべてよいしょ、自分のね、お宝を積んだやつを耐えますよ。あー、冷たい冷たい、うわー、来た来た来た、あふれる、すごいですね、このね、なんとも言えないこのあのガス臭っていうのかな、石油に近いような匂いがするんです。ただ、まあ、石油臭、体に残りませんし、さっぱりして全然嫌じゃないんですが、素晴らしい、素晴らしい、うん、最高。どんな顔して喜んでるか、ちょっと見てやってくださいよ。気持ちいい。いやいや、どうもどうも。気持ちいい。やばい、あんまりない。